はい、必見です。ギャザータウンを使ったリモートワークの効率化をお話ししようと思います。はい、こんにちは、こんばんは、カオゴンです。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルでは、マーケティングや IT 技術を活用して自分のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するための有益な情報をお届けします。で、今回はですね、ギャザータウンって言いまして、まあ、いわゆるメタバースってやつですね。リモートワークをするときのなんかのツールで、そういうギャザータウンっていうのがあるんですよね。で、それをちょっとご紹介しようと思います。はい。まず、はじめにです。まあ、はじめにです。目次です。はじめにって言うと、ギャザータウンって言うと、利用するメリット、で、機能について、で、気になるデメリット、で、まとめてお話ししようと思います。はい。はじめにです。はい。今回の内容、2023年の3月の時点でのお話になります。で、料金とか機能とかサービス内容については常に変わるんですけど、基本このサービス無料なんですよ。なんで、これ聞いていただいて、最後まで見ていただいて、ちょっとお仕事をグループでやろうかなというふうに思われている方は、ぜひ必見で見てください。はい。自分も実はですね、そんな触ったことがないツールなんですよ。で、なぜ知ったのかというと、まあ、めっちゃ使ってる会社さんがいらっしゃって、ね、話を聞いてやってみようかなっていうふうに思いまして、ご紹介しようと思っております。はい。ギャザータウンとはっていうところなんですけど、ギャザータウンとは、まあ、簡単に言うと、まあ、気軽にコミュニケーションを実現してくれるツールです。で、デザインがちょっとドラクエ風っていうんですかね。通常ね、メタバースとかっていうと 3D でぐりぐり回ってね、すごいリアルな感じのやつ思い浮かべるかなと思うんですけど、これ結構ね、本当にね、2D の画面でアバターを設定してやるっていうね、なんかアメーバピグ的な感じの、やつなのかなっていうふうに思います。ただ、これ、普通にね、キャラクターが動いたりとか、まあ、自分のアバターが動いてどうこうするだけじゃないんですよ。いや、もちろんリモートワークで使うんで。はい。で、リモートワークには欠かせない機能っていうのも結構充実してるんですね。それどういうことかっていうと、いわゆる画面共有機能っていうことですよね。なんかこういう資料でこういうことやりたいからこうしたいんだよ、みたいな感じの時に見せれるような感じにもなってますし、で、ホワイトボードっていうのがあって、そこにテキストとか、で、字を書きながら、こう、ディスカッションしたりとかっていうこともできちゃう。で、あとはもちろんですね、チャット、ビデオ通話、で、音声通話なんかもできるんですけど、ギャザータウン何がすごいのかっていうと、通常のリモートワークのツールっていうのは、多分部屋に入ったりとかすると、お互いでちょっと会話が始まったり、グループで会話が始まったり、みたいな感じになるかなと思うんですけど、ギャザータウンの場合ですね、人に近づいた時だけ喋れる。離れると喋れない。っていう機能があるんですね。で、これを利用すると、実際のものはリアルな感じなんですけどね、遠くにいる人の声なんか聞こえないわけじゃないですか。で、そこまで行って、何々さん、どこ高校なんですけど、っていうふうにお話しすると思うんですけど、そういうリアルな形のことができるわけなんですよ。で、あとは、なんかすごいプライベートな、そのスペースみたいなのを作って、まあ、いわゆる会議室みたいなもんですね。そこに入った人しか喋れないとか、そういうような機能があります。なので、結構すごいいいなっていう形には思います。で、あとですね、この空間なんですけど、自由にカスタマイズできるんですよ。本当にもうオフィスでずっと作業してらっしゃった方、もう思いっきりオフィスの形作っちゃって、そのままリモートに移行するっていうのも一つの手なのかなとも思います。で、これ一番のメリットだと思うんですけど、無料なんですよね。まあ、有料版無料ってあるんですけど、無料で使えます。で、最大で10人まで利用することが可能になってます。でもね、これね、実はね、2月までは最大25人までだったんですけど、まあちょっとね、改正されてで、ね、料金とかも変わって、今の現時点では最大10人です。はい。っていう感じで使えるような形のものです。はい。で、今ちょっとざっとね、機能を説明したんですけど、まあメリットとしてどういうことができるのかってことなんですけど、まあコミュニケーションがスムーズにいきますねっていうことですね。であと、みんなで作業するときには便利です。本当に便利だと思います。で、リアルな状況に似てるんで、業務の効率化も図れるのかなというふうに思います。で、僕がもうフルフルで使ってる会社さんの、まあ、ちょっと偉い、CTO の方にちょっといろいろね、お話聞いてたんですけど、まあ、リモートで仕事するんだったら本当にこのツールって最高だっていうふうに言ってました。
で、まあ、何が最高かっていうと、やっぱり会社にいるような雰囲気で仕事ができるんですよね。みんながたくさんいる中で仕事をしてるっていう感じが醸し出させるっていうことがあるのと、あと、社内で誰と誰がミーティングしてるのかっていうのもわかるし、で、忙しいっていう状況もわかるっていうことなんですよね。だから、まあ、気軽に他のメンバーに話しかけたりとかするようなことができるんで、本当リアルな形のそこの空間を演出することができるっていうのが、このギャザータウンっていうののいいとこみたいです。まあ、ただちょっとやっぱりね、チャットが基本になったりとかする場合もあるんで、まあ、テキストコミュニケーションっていうところもあるんでしょうけど、まあ、リモートで会社運営しようと思ってる方にとっては、まあ、こういう機能がついてるツールっていうのはすごく便利かなというふうに思います。で、細かいちょっと機能についてはですね、まあ、ざっと、こういう形でちょっと並べようかなと思うんですけど、先ほどこう説明したような感じのもので、このような感じたくさんあるんですよ。なんで、まあ、この辺はね、ちょっと僕はギャザータウンについてで、順次ちょっとご説明していこうかなというふうに思うんで、またちょっとチャンネル登録とかしておいていただければ、ギャザータウンについてでお話ししていこうかなというふうに思ってますんで、その辺はまた後日いろいろお話ししていこうかなというふうに思います。無料でこれだけのことを使えるんですけど、まあ、有償と無料の違いというところもちょっとご説明しようかなというふうに思います。まあ、有償の場合は、1日単位で1人3ドル、約400円ですね、現時点で。で、1ヶ月、7ドル。っていう感じで料金取るんですよ。で、500人まで同時、接続が可能になってます。だから、500人が、まあ、500人規模の会社があったとするじゃないですか。なら1ヶ月あたり7ドルなんで、まあ、955円なんで、1ヶ月あたり500人の会社がギャザータウンを使おうと思ったら500フルフルで、47万7500円っていうね、ちょっと意味がわからない数字なんですけど、まあそこまでね、使う必要性はないのかなと思います。まあ通常ワンオフィスでね、10人程度ぐらいでちょっとやったりとかする、まあ塊があったとしたら、まあその程度のリモートワークでやろうと思ったら、まあそんな感じで使えるんじゃないかなとは思いますね。で、あとまあ有料の場合はメールアドレスでゲストリス、ログインできたりとか、で、アクセス制限とかもできたり。で、何しろちょっとサーバーが別で用意されてるみたいなんで、まあ、待機とかそういう処理速度も全然違うと思うので、まあ、無償版に比べればそれぐらいの優遇はあるってことなんですよね。まあ、あと、チャットとか、画面の共有とかの、機能とかが、なんか制御できるっていうことみたいです。はい。っていうのが、機能についての、優勝版の方なんですけど、まあ、ちなみにね、この隣に映ってるこれなんですけど、僕がちょっと作ったね、オフィスなんですよ。で、まあちょっとこんな感じでね、動いてるところとか見せようかなと思ったんで、ちょっと撮ったんですけど、まあ上がね、ちょっとまあ会議室みたいな感じで作ってて、で、このホワイトボードですね、ホワイトボードとかもあって、で、まあホワイトボードなんかはこういう形で別のアプリケーションと連携取れてて、で、接続したりとかするんですよ。で、ここに大事なことパーンって出せるんですね。ちなみにまあチャット GPT のなんか勉強会やろうと思ってるんで、もしよかったら皆さんこれ見ていただいて、ご参加、興味ある方、また僕の LINE とか登録していただければ、見れると思います。はい。で、まあ、こんな感じでね、まあ、僕一人、で、なんか、やる分にはちょっと寂しいですけど、ここに何かいれば、いろんなコミュニケーション取りながら、まあ、仕事ができるのかな、というふうに思います。はい。で、まあ、気になるところのデメリットなんですけど、まあ、デメリットって何があるのかな、ということなんですけど、まあ、僕が思うデメリットなんですけど、まず日本語がないっていう、日本語版がないっていうことなんですね。まあちょっとすべてね、英語で書かれてるんで、この辺がちょっとどうなのかなっていうところはあるんですけど、まあウェブ版であれば、まあ翻訳っていう形でね、最近ブラウザーやってくれますから、それで十分見れるような形にはなると思うので、で、あと、使う機能ってやっぱり限られてるんで、別にね、日本語じゃなくてもわかるかなというふうに思います。慣れだったらいいかなとは思いますけど、で、まあ良くも悪くも不意に声をかけられるってことがあるんですよね。なんか作業ずーっとしてて、で、パッて声かけられた、っていう感じのことはあるみたいです。で、あと、仕事以外の用事をしてる時にカメラが気になっちゃったりとかね、するかもしれないですね。なんかちょっと飯食ってようかな、みたいな感じで、声かけ、みたいな感じになっちゃう可能性はあります。はい。あとね、スマホの操作性がね、めちゃくちゃ悪いんですよ。スマホでも、ブラウザアクセスして、で、できることはできるんですけど、もうね、操作がちょっとめんどくさい。ちょっとはまあ、お手軽に、まあ、どっかでやろうかなっていうぐらいだったらいいんかもしれないですけど、ちょっとこの操作性についてはちょっと、スマホの場合は悪いですね。
で、あと、まあ、ズームとか、まあ、他のやつに比べるとちょっと重いかなっていうところはあります。で、まあ、重いっていうところにも関わってくるんですけど、もうちょっと大規模イベントにはちょっと不向きかなっていうことも言えるかもしれませんね。まあ、料金体制もそうですし、まあ、まあ、イベントとかワークショップみたいな形で使えればいいかなと思うんですけど、まあ、人数がかなりまあ制限してやるんであればいけるのかなとは思うんですけど、まあ、ぶっちゃけセミナーみたいな形式だったら YouTube で配信すればいいかなみたいな感じのところもあるかなとは思います。まあ、あとね、普通のリアルイベントと違って、まあ、日本人ってやっぱりね、苦手ですからね、知らない人と声をかけるって。なんかそういう雰囲気とかもね、なんかオフラインだったらね、あ、この人ちょっと喋ったらまずそうかなっていうのはわかるんですけど、リモートなんでカメラ1個ですからね、わかりませんからね。なんかその辺ちょっとうまくコミュニケーション取るのが難しいのかなというふうには思います。とのことですけど、しかしながらですね、これね、やっぱ便利なんですよ。やっぱりグループで何か仕事をしていこうという時には絶対欠かせないツールなのかなとは思うんで、次回からギャザーについての使い方についてでご説明しようかなというふうに思いますんで、ぜひぜひ皆さん、チャンネル登録していただければ嬉しいです。はい、私こういったような形で、皆さんのビジネスを応援しております。皆様にお役に立つような形の情報を、発信していこうと思いますんで、ぜひよかったら、また続けてみてください。はい、どうもありがとうございました。